残念ながら曇り空ですけれども、オーシャンビューのホテルに一泊してました。そして芸能人水泳大会をやっていた大磯ロングビーチだそうです。で、これが昨晩怪しく光っていた飛び込み台です。で、朝ごはんだそうです。自然薯のおろしと、これが自然薯のスープみたいなやつだそうです。あったかいの、スープがいた、じゃあいただきます。体が温まるそうです。胃が温まる。なんか芋をすりおろしたけどちゃんとスープになってるね。いいよ、自然薯のとろろすごい粘り。もういいよ、ドバッていって、ドバッて、あの器に張り付いちゃってるね、粘りが強くて。動画だとうっすらでしか映ってないけど、真正面が富士山です。もうそろそろチェックアウトなんですけども、ようやく晴れてきました。もうちょっと早く晴れればよかったな、眺めが良かったと思うんですよね。本当にお店がある雰囲気じゃない。多分曲がったあたりだと思うんだけど、あったあった、うなしん。はい、到着。平塚のうなぎ屋さん、うなしんに来ました。よし、じゃあじゃあじゃあ、もうめっちゃいい匂いがする、ここで。あ、しかももう今日の受付終了してるって。どうぞ。違う、うなぎ食べてよ。白焼きうなぎ、柔らかい、まあいいね。はい、うなぎの、うわー、ボロって落ちそうだよ。はいはい、うん、いいよいいよ、食べて食べて。あ、つけずに食べちゃうの、まずは。おいしい、めちゃめちゃ柔らかい。じゃあ俺もいただきます。じゃあ自分も白焼きいただきます。まずは何もつけずに食べてみます。よいしょ、足揚げ。じゃあうなぎの白焼きいただきます。おお、うん、めっちゃうまい。で、昼から日本酒、辛口タンデー。大丈夫大丈夫、うん。ということで、うなぎの上だっけ俺。そう、今すげえ、うなぎの上が届きました。じゃーん、うわー、うなぎたっぷり。じゃあうなぎ早速いただきます。それでよかったわ。よっしゃ、だってさ、1.5 倍くらいね。仕上げ、仕上げです。で、いただきます。めちゃめちゃ美味しい。やばい、何年ぶりかにうなぎを食べました。わさびたっぷりの白焼き、最後の白焼きをいただきます。わさびたっぷり、おお、ツンときました。いやー、うな重美味しかった。
ペロリ中のペロリいただきましたよ。そしてちょっとまだ日本酒が残ってるので、こちらもごちそうさまです。いやめっちゃうなぎ美味しかった。ごちそうさまでした。で食後のコーヒーを飲みに来てます。サイフォンドリップ方式のコーヒーを出してるそうで、倉敷コーヒーっていうものを頼んでみました。帰り鴨の宮です。鴨宮駅は新幹線発祥の地だそうです。鴨の宮にある酒店鹿屋酒店に来ました。日本ワインがめっちゃたくさんあるそうです。ということで入ってみます。では開いてんのか、真っ暗だよ。新酒ワイン含めて5本も買っちゃいました。買ったリスト、まもなく2番線を列車が通過いたします。